前回のファイナルソード。なかなか個性的な喜び方ですね。ビッグブリッジって、あのファイナルファンタジー5で有名なビッグブリッジですよね。え？しょぼい。あまりにもしょぼすぎるぞ、ビッグブリッジ。飛んだ。飛び込んでくる。危ない。危ない。今から皆さんにこのゲームで全く使ってなかった盾の性能をお見せします。さあご覧ください。ガードベルト。歩兵兵のおじさん。構えてるだけで、特に何もしません。レディー？逃げるな！ちなみに、数時間後マスティコア君は、ただのジャコ的に降格します。これが、ファイナルソードというゲームです。全然壊れてなくて草。というか主人公はどこ行ったんだろう。は？俺の中に闇が、闇の力が。はい、魔法を覚えました。行くぞ。覚悟しろよ、この虫野郎。あどり。ベイ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 メタルファイ。なんだこのおっさん。もしかすると泳げたり、アイテムがあったりするかもしれませんので楽しみだな。どうもハイラルの勇者です。前回のパートで砂漠のオアシスで溺死しましたが、私は元気です。今回も砂漠からのスタートですが、この先何が。何じゃこれ。あれはチンコ。はい、5体目のボスヘルオームです。前回のボス、ヒトラ同様魔法に弱そうなので、魔法をぶち込んでやりましょうね。よーし、行けー！バカな。魔法が直撃しているはずだ。なぜ、HP が一ピリも減っていないんだ。もしや、ここだー！え？硬い。硬すぎる。どうやら、このボス魔法で、口の中の、喉、チンコを狙い撃てばダウンするんですが、ダウン後の喉、チンコを攻撃しないと、ろくなダメージが通らないようです。そして厄介なのが、ダウンしてからの時間があまりにも短すぎるんですよね。そのせいで、全然、相手の HP を削れません。一応、こいつの胴体にある複数のイボみたいなものにも当たり、判定があってダメージを与えられるんですが、口の中に比べてダメージがビビたるものでほぼ狙う価値はありません。さらにこの砂から体をかなり伸ばしている状態でダウンさせても口の中を攻撃できないのでダメージが伸びません。そして時よりこのようにフルフルベビーをその場で3匹産む攻撃もしてきます。さすがにこいつを無視しながら戦うのは困難なので、距離を取って処理する必要があるのですが、このように離れすぎると戦闘離脱扱いになって、また最初からの状態に戻されます。
あと、このピンクの玉みたいな攻撃なんですが、ダメージがひたすら高い挙句、食らうと毒状態になります。この攻撃のせいで、回復アイテムがボリボリ削れるのもやばいですね。そして、先ほど説明した通り、ダウンしてからの復帰時間が短いので、剣で攻撃する時間を増やすためなるべく近づいた状態で魔法を当てなければならず、結果、相手の毒玉を避けにくくなり、魔法のエイムも困難を極めます。ここから10倍速でお届けするのですが、このヘルオームから、ボスがいきなり強くなりすぎなんですよね。今までは、適当に殴ってれば倒せるボスばかりだったのに対して、攻略のヒントもなく、いきなり、このボスと戦わせられるんで、こいつで詰む人が続出しているようです。そのせいで、モバイル版のレビューに低評価がついてるみたいなんですが、それに対して、公式の回答がこちら。低い評価は、開発者たちの心を痛めます。ピン、いつでも問題がございましたら、E メールを送ってください。私の心も痛みます。はい、チートコード「ゼルダの子守唄」を入力したことによってレベルが3上がって25になり、防具も石の鎧みたいなのから鉄の鎧になり、防御力もアップ。これであのクソイモ虫をボコりに行きましょう。さて、レベル上げの成果を試させてもらいましょうか。というか、こいつと戦闘しすぎてもう口の中を狙うことに関してはプロレベルに達しており、適切な距離で当てることが可能になりました。さらに体力ゲージを消費して使用するスキルアタックの使い方も覚えて、火力がクソ上がっています。これは勝ったなと言いたいところなんですが、この状態ですら倒しきるまでに10分近くかかりました。その理由がこれなんですけど、この地中からの攻撃が全然避けられないです。上下左右どちらにローリングしても当たるときは当たります。ちなみに私はこのゲーム全クリしてるんですが、回避不能攻撃がいくつかあります。何をしても無理、絶対に避けれないし防げない、そんな攻撃がいくつもあるファイナルソード、みんなもやろう。やっと HP を半分以上削ったんですけど、なんか動かなくなってしまいました。口開けないと魔法当たらないし、どうしたらいいんでしょうかね。なんだこいつ。え、マジでこれどうすればいいの。この家電粒子砲どうやっても無理では。逃げた、逃げたぞ水の人しずく。はい、このように今度は口の中ではなく体の異常を狙撃するとこのように攻撃できるみたいです。これが分かってしまえばあとは削るだけなので、なんとか倒せるでしょう。狙撃。雑魚か。強敵ヘルオームをなんとか倒せました。そしたらキングダムへ通ずる洞窟があって、そこで宝箱で新しい魔法を入手しました。魔法はエスケープ。ダンジョンの入り口に戻れる魔法みたいですね。正直あんまり出番はなさそう。ということでキングダムに到着。一体どんなところなんでしょうか。え、消防。そしてセキュリティもへったくれもない玉座の間に行き、王様に謁見します。なんかごちゃごちゃ言ってますが、キングダムも何か問題を抱えている様子。解決してあげましょう。そしてどうやら
その問題とは、地下神殿に怪物がおり、その怪物が王女をさらった模様。王女の救出と怪物の退治を依頼されます。はい、装備を一新してフルアーマーリンクになりました。しかし頭部を守ることは頑なにしない模様。さらにレベルを32まで上げました。アト魔法を少々習得し、戦力は一気に上昇。これで王女救出に向かいましょう。あ、すいません、さっきレベル上げで32レベルまで上げたんですが、神殿の推奨レベルが34だったので、そこからさらに2レベル上げて34まで上げました。26レベルから34レベルまで上げようとすると、軽く2時間以上かかりましたね。動画ではカットしまくってますが、このゲームのプレイ時間のほとんどがレベル上げ作業とお伝えしておきます。はい、神殿攻略に入りますが、私の動画ではほとんどダンジョン攻略の様子を流していないと思います。理由としてはステージギミックがほぼ皆無で、ひたすら雑魚敵を倒しながら探索するしかないからです。そしてその雑魚敵もこのステージの場合、黒、赤、青、3色のリッチーがばかり出現し、色の違いで発生する差は HP が多いか少ないかだけです。さらにもう1種類色とりどりのガーゴイルが出現しますが、こちらも HP の差しかないです。だからダンジョン攻略を動画で流すことはほとんどありません。もしそういうところをじっくりと見たい人はライブのノーカット版を見ていただけるとありがたいです。では切っていきます。はい。そしてやっとボスレアっぽいとこまで来ました。何が待ち構えてるんでしょうか。あ、この人は救助対象のお姫様じゃないですか。なんだこいつは。デビルマン。はい、デビルマンのトイブラックガーゴイル戦です。ああ、俺デーモンになっちゃったよ。うるせえ。見た目はなかなかかっこいいんですが、残念ながらこのブラックガーゴイル君そんな強くないです。まあ道中の雑魚倒しまくってレベルが2上がったので当然でしょうね。 HP を半分削ると飛び始めるんですけど、新魔法マジックミサイルでダメージを与えることができます。死ね。ということで、さっさとお姫様連れて帰りましょうね。すっげえキモいデザインだな。まさかの連戦です。通りでデビルマンの手応えがなかったわけですね。相変わらず雑魚敵がセットでクソだるいんですけど、ハーピーの強さはどうでしょうか。うん、ダメージは通るのでそこまでって感じでしょうか。やはりヘルオームが強すぎたと言わざるを得ない。マジカルファイヤー。お前、鳥が火を吹くとかピヨモンかよ。やはり飛んだか。何かうんこ色の爪飛ばしてくるんですけど、飛行モードになってる時は魔法で攻撃できるんですけど、いかんせん道中とデビルマン戦で NP が枯渇しており、魔法攻撃を渋っている状況です。しかもこのゲーム NP 回復アイテムをショップとかで購入することができないので、うかつに使いたくないんですよね。では切っていきます。はい。さっきからちょくちょく使ってる魔法はヒールですね。 MP を消費して HP を100回復します。現状回復アイテムが50回復なので最強魔法と言えます。こいつでとどめだ。恐竜拳。はい、ハーピーを倒しましたが、姫様が偽物だったので王様にクレームを入れに行きましょう。おい、これお主、どうじゃうまくいっておるのか。地下神殿には行ってみたのか。陛下、地下神殿で
その怪物を退治して姫様を助けようとしましたが、姫ではなく怪物が姫様の姿に化けていました。地下神殿に姫様はいませんでした。ではお主がその怪物たちを全て退治したということか。はい、ですが本当に姫様はそこにはいませんでした。当選者の、はい、わしがまだ国王に見えるか、愚かな人間どもめ。なんだこのおっさん。人間の姿で窮屈だったくわー。貴様、生きて帰ってくるとは。だがわしから姫を奪うことはできんだろう小僧め。この後、このゲーム最大の名シーンです。